パワプロ2024のペナント1試合で40盗塁してしまう。しかもどんでん相手で草福本超え余裕やん。並木ならやりかねない。これに比べたら大谷の59盗塁なんてしょぼいんやなって。同じ日にサトテルが4三振してるのもポイント高い。40盗塁もすごいが、並木が13回以上出塁してるのにヤクルトで塁打数が11以上の選手が出なかったのもすごい。阪神のキャッチャーは梅野じゃなくて坂本だったんやろね。塁打がないってことはカット打法で四球選びまくったんかな。盗塁5成功でホームラン1本の勝ちだったかな。一歩進んで2歩下がるはホコナミ。これもうどんでん噴死させようとしてるやろ。大ペナガチ勢、福本の記録はアンタッチャブル、もうガチ勢名乗れないね。栄冠ナインが神ゲーに戻った代わりに今まで楽しく遊べてた大ペナが破壊された。ご視聴ありがとうございました。